皆さんこんにちは。こんにちは。ウーアチャンネルのドラえもんでーす。ペコでーす。よろしくお願いします。今日はですね、はい、前回、はい、作っていただいた、AT バンパー、AT バンパー、AT バンパー大会に向けてみんなで作りましたね。はい。作った AT バンパーを、はい、まあ、目標であるジャパンカップ、ジャパンカップそうですね。2017の模擬コース、はい、5レーンで、5レーンで、はい、走らせてきた走行動画となるんですけれども、5レーン挑戦者についにね。来たよ。5レーンといえばですね、はい、私は千葉に住んでおりますので、はい、八千館に行ってまいりました。はい、行ってまいりました。5レーンで無料なんですよ。無料っていうのがいいよね。そう、無料でなんと24時間。無料で24時間、充電とかもできるから、ね、充電もできるからね、はい、そう、充電もできるし、遊戯王もいたら最高ですね。最高の場所にね、行ってきましたんで、はい、ご覧ください。どうですか、八千館にやってきましたけども。来ましたよ、来ましたよ。何ですか充電しようかな。何ですか、クロックスみたいな充電器。これ、こう、足から出てくる。それ入ってきた、それ入ってきた。やばいやばい。このコースが無料開放ですからね。これはね、32時間遊びたいと思います。まだちょっとオレンジマシンのベールはまだね、包まれたままですけど、はい、まだ秘密の状態になっていますが、はい、ハイパーダッシュに変更して、はい、走らせてみたいと思います。お、いつものマシンで走らせる。ハイパーダッシュ、
みんなで一緒に作ったやつだから。勝負だ。簡単に作っても、ね、5連完走できるから。いやどうだった模擬コース、いいんじゃない、なかなかいいよね。あれもしかしたらもうちょっと速度落としたらもうちょっと安定するかなっていう感じではあるけど、ね、まあでも勝負するのはあのくらいの速度かなっていうような、もういい感じで結構いい感じだったような。だってあのガチマシンですよね。ガチマシンともうほぼ同じ速度で最終的にちょっとあのペコさんの方がコースアウトしたって感じになってるんですけど、はい、まあ悪くないんじゃないかな、セルは俺ない、まあまあ走れると、で今回、注目してほしいのか、はい、オレンジマシン、オレンジマシンね、ノーブレーキですね、何もブレーキ、何もブレーキ貼ってないで、あの紹介させていただいた鳴らし方でノーブレーキ、ノーブレーキ、ノーブレーキで、どんな一体どんな状態で入ってるのかっていう動画を、はい、まあ、撮ってあるんですよ、はい、そちらもね、まあ、この動画の後流すと思うんですけれども、見ていただいたら分かる通り、はい、ノーブレーキでもね、やっぱどんだけ体勢崩しても戻ってんだよさすがに一回横向いたりしてるんだけど戻ってんだよ、ね、戻っちゃうのよ、戻っちゃうんでノーブレーキでもいいんじゃないかな。すごいな、ノーブレーキやっぱね、そこが狙いだった、あの初心者の方だとブレーキセッティングって結構難しいと思うんですよ。もう僕でも分かんないですよ。マッハダッシュ入れるとちょっと厳しかったんですけど、はいはい、ちょっとやっぱあのバウンドが強くなりすぎて、あいける、ちょっとやっぱフレーキとかにはかね、精神性がかなわないかなっていう部分はあったんですけど、はい、ハイパーぐらいならですね全然安定して完走してました。さすがもうそこはもう AT で、そうですね、最速だとハイパーダッシュで、32秒切るんじゃないかぐらいの速度で、あもちろん僕 の、 あの大会用のモーターなんですけどマックスのモーターなんですけど、オレンジでだいたい32秒切るぐらい、 31.8 とかお、そのくらいの速度で走っておりました。はい、結構戦えるぞ。結構戦えると思います。でとりあえずバウンシングの映像をちょっとご覧ください。どうぞ。どうだったかな、シング結構ちょっと左右にずれてても、戻っちゃうの、戻っちゃってるよねシュン戻っちゃってる感じであったけど、やっぱ気をつけてほしいのは、速度超過、あんま出しすぎるとそう、まあ、限界はある。車体自体とバンパーが柔らかいので、そうですね、あの踏ん張る力がちょっとないかなっていうのが、どんどん飛んでいっちゃうから、踏ん張って曲がった後になんかこうボヨーンっていってコースアウトするときはするんで、速度超過だけ気をつければ大丈夫かな。入るぞあれは、なかなか安定して入ると思いますんで、はい、よーし、じゃあみんな現地でペコを倒すぞ。うわ